空間とその敷地には人の生涯を支配する力が潜んでいると信じられてきた。そのため韓国人はその秘められた力を大変重要なものと考えてきた。だが衣食住という基本的な生活のうち、何よりも重視されたのは衣服であった。身なりを整えることは誰もが身につけなければならない基本的な礼儀であり、道理として考えられたからだ。本来衣服は着る人の風采と社会的な地位を表すものであり、身分や家柄によって模様や色彩が別々に決められていた。その中でも自然の美しさを持つサンベ、朝の織物は韓国人にとって最も一般的な生地であった。織物三部。三部朝の旗織は農村の代表的な伝統であった。朝の薄皮が川べりに干された風景は韓国のどこでも見られた農村風景だった。衣服を準備するのと同じように重要なものとして考え、昔ながらの姿を受け継いできたのが朝の旗織りだ。農作業が主に男たちの仕事であるなら、旗織りは女たちの仕事だった。昔の女たちは旗織りを宿命のように受け入れ、一生の間ひたすら旗織りに明け暮れたのである。そのため朝を織る旗には女たちの憂いと嘆きが深く染みついているのだ。旗織の腕は単純な技能を超えた女としての資質を評価する重要な基準にもなった。そのため旗を織ることは辛い作業の連続ではあったが、その辛さを耐え忍ぶことが女としての徳を積む方法として考えられていたのだ。女たちの真心と苦労が染みついて出来上がる朝の織物には、それだけの女としての徳が込められているのである。カサカサとした感触とその通気性の良さで、夏の最高の服地として評価されているのがサンベである。朝の織物サンベには伝統的な韓国の品性がよく現れている。サンベは一般の服地の中でも上物に属し、祭祀の際の儀礼服にも使われてきた。野暮ったく見えるサンベの服には自らを低める謙虚な気持ちが感じ取られたからだ。喪主や祭主がわざわざ決めの粗い朝の服を着るのは、それによって身を慎み、個人に対する恐縮した気持ちを深く表すためである。このようにサンベは人々の生活に幅広く利用され、威厳とともにこの地を代表する服地として、いつもほのぼのとした姿で韓国人の心に息づいてきた。朝は本来一年生の草である。4月に種をまき、7月に取り入れる朝は普通畑に植えるが、時には田んぼに植えることもある。
成長すると3メートル近くまで大きくなる。そのため朝のことを大麻と呼んだりもする。旗を折るときにはその長い茎の中の薄皮が使われる。他の作物と同じように朝は気候と土地の影響を受けやすい。質のいい朝を得るためには成長期に気候が穏やかで時折雨が降り湿気が高く、成熟期には気温が高く乾燥していなければならない。朝は3年以上連作すれば収穫は少なくなるが品質はむしろ良くなるという。根元に葉が落ち茎が黄色くなり始めるとちょうど取り入れ時である。朝を取り入れるときは注意深く作業をしなければならない。朝の根元に鎌を当てた瞬間一度に刈ってしまわねばならない。鎌を何度も当てると朝の茎の皮が傷み機織りの材料としての価値がなくなってしまうからだ。刈り取った朝の葉をしごくこともまた朝を刈るのと同様注意が必要だ。茎の皮を保護するため木の刀を使い葉を落としていくわけだ。朝の栽培には種まきから収穫まで村人が共同で行い、取り入れた朝を各自に分配する習わしがある。その代表的な特徴としてトゥレという共同体が組織される。そこでは旗織りに必要な分量さえあればいいため、それに見合った量だけを生産し分配する仕組みになっている。この共同体トゥレが必要なのは取り入れの時だけではない。収穫された朝を互いに分け、それを土釜で蒸す時にもトゥレは継続している。朝を蒸す土釜は皮を剥きやすいようにするための蒸し釜のことを言う。この蒸し釜に朝の束を積み上げることは簡単そうに見えるが、この時も格別の注意が必要だ。沸いたお湯の蒸気で朝を蒸す時、積み方が悪いとまんべんなく蒸されないからだ。十分に蒸されていない朝は皮も剥けなくて使い物にならない。そのため丁寧に積み上げられた朝の束は外側からしっかりと密閉される。こうして朝は蒸し釜の中で一晩中蒸される。夜にはトゥレの何人かが蒸し釜の周りに連座になり薪をくべるのである。火を消さないようにして夜を明かすため、退屈しのぎにしばしば酒を飲むことがある。この時彼らの話題は自然と朝